今日はね、皆さんお待ちかねの LINE アットの話をさせていただきますと。で、そもそもなんですけど、LINE アットとは何やねんと、まあ言う人。まあ昔は LINE アットって名前だったんだけど、今は公式 LINE みたいな名前になってるんですね。で、これ何かっていうとですね、これです。これちょっと L 字の、まあ、LINE 公式アカウントっていう風に Google で調べるとすぐアプリ無料でダウンロードできるんですけど、こういう L って書いてあるアプリですね。これが LINE アットですと。で、これは普通の LINE と別物です。普通の LINE と別物。お友達とか、ご家族とかとね、やりとりしてる普通の LINE あると思うんだけど、あれとは全くの別物になります。言ってしまえば、まあ、メールマガジンの LINE 版みたいなやつですね。メールマガの LINE 版。まあ、ビジネスマン LINE です。で、その LINE アットってのは、基本的に、まあ僕とかだったら LINE アット今2万、もうすぐ5000人ぐらい読者いるんですよ。まあ2万人以上読者、まあ2年間で集めたんですけど、いますと。で、その LINE アットの読者、僕は2万4000人いるわけだけど、そこに人たち2万人に対して、僕が一通、まあ今日もね夜10時ぐらいメッセージ送るんだけど、送ると、一斉に全員に届くんですよね、メッセージが。これが結構重要だよって今日は話です。で、LINE とか、まあ個人 LINE とかでビジネスするって結構やっぱ難しくて、じゃあ見込みのお客様100人に1人1人こうやってメンションしてこうやって100通メッセージを送るって、まあバカバカしいじゃないですか。めっちゃ時間かかるよねと。それが一括で一斉配信できるよみたいなのが LINE アットだととりあえず思っておいていただければなというふうに思います。まあ基本的に今日参加してくださった方全員僕の LINE アット登録してますよね。うん。登録してるから皆さん今日ここにいると。いうことです。まあ、5 Day チャレンジもね、僕は LINE アットで案内かけたんで、まあ、そういうことだと思います。まあ、それが LINE アットだよっていうふうに押さえておいていただけたら。で、まず全体像としてはですね、昨日の復習ですけど、まずインスタでフォロワーを集めますと。まずインスタでフォロワーを集めて、そこから LINE アットというものに、まあ、誘導してくるわけなんですね。まあ、LINE アットというものに誘導してきますと。で、インスタグラムでフォロワー集めて、今度 LINE アットに誘導してくる。で、そこの LINE アットから、まあ、販売につなげていくっていう、まあ、イメージだとざっくり覚えておいてください。で、まあ、LINE アットっていうものがあるんだと。で、実際うちがですね、まあ、LINE アットを使って、まあ、月間で言うと大体、まあ、3000万から、まあ、3700万ぐらいの売り上げっていうのを実際にうち安定して毎月上げてるんですけども、メルマガを一切使わずに、LINE だけでここまで売り上げを上げてる業界っていうのは多分僕、うちぐらいだと思いますね。まあ、もちろん、こういうコンチコンサル業界とか、先週系業界とかではいろんな方いますけど、やっぱりなんだかんだメルマガをやっぱずっとやってたりとか、メルマガと LINE でやっと売り上げ上げてるってことが多いんだけど、うちはこれだけで売り上げ実際上げてますと。で、そのやり方であったりとかを皆さんにお伝えすることで、皆さんもこの LINE しっかりと使えばですね、月商で、まあ、実際に今あるリスト数で、今まで全く売れなかった場合っていうのは、結局 LINE の配信を改善することで、月30万、50万、100万と売り上げをしっかりと上げていくことができると。で、LINE アットの、この読者一人当たりの価値って皆さんどれぐらいか知ってます？皆さんの LINE アットに今日一人読者が登録してくれました。そしたら、その一人に当たりの価値っていうのは、まあ、大体1万円から2万円くらいの価値があるんですね。1万円から2万円。だからとりあえず LINE アット100人いたら100万円売り上がると思っておいていただいて OK です。もちろん、業種によってね、差はありますよ。ありますけども、まあ、大体100リストあれば、まあ、50万から100万くらいの売り上げが上がる価値があるということです。うちは、LINE アット、まあ、グループ合計で、まあ、僕らもめっちゃ LINE アットいろいろ管理してるんですよ。まあ、30アカウントくらいね。で、その中でメインで今動かしているやつとかも入れると、まあ、合計のうちの会社が所有している、読者リストっていうのが、だいたい4万リストくらいあるんですね。で、4万リストで、うちはだいたい3億から4億くらいの売り上げ作ってるわけですよ。ここね。ってことは、まあ、だいたい、さっき僕が言った1リスト1万円、100リストだったら100万円。ね。うちは4万リストあるから、だいたい3億から4億くらいと。まあ、だいたいそうなるよっていう、まあ、標準値ですね。はい。押さえておいてほしいと。だからそれぐらい LINE アットってのはめちゃめちゃ価値があるわけなんですよ。いわゆる、インスタグラムでフォローされても、そこだけではなかなかすぐに商品買いますってならないですと。でもそこからさらに LINE に登録してくれて、より自分のことを知ってもらうことで、あ、今すぐ商品買いたいですっていう状態にまで、お客さんを成長させてあげることができるのが、この LINE アットですよってことなんですね。まあ、一言で言ってしまうと、LINE アットってのは、たった、まあ、だいたい最短1週間から、まあ、3週間前後で、お客様の購買意欲っていうのを、もう商品今すぐ買いたいですというふうにしてあげる。これを爆発的に高めることができるわけなんですよ。多分ね、皆さん、僕の LINE アット登録したばかりの時って、北野修司ってまあ誰やねんっていうとこから始まると思うんですよ。なんやこの若造がと、いう人ももしかしたらいたかもしれないよね。まあ、北野ってやつがいるのかと。で、そっからまず始まるわけですよ。で、そっから大体僕の発信を見ていくうちに僕のことを知ってもらうわけじゃないですか。だから皆さんも、まあ、ダイエットコーチとか、まあ、コンサルタントとか、コンテンツでお販売していきたいとか、店舗やってます。まあ、なんでもいいんですけども、
そのあなたの LINE の配信を見ていくうちに、あ、この人のお店行ってみたいなとか、この人がぜひ商品買いたいなって思ってもらえるような配信を皆さんはしないといけない。まあ、簡単に言うと、そういうイメージですね。はい。いわゆるお客様を教育していく全自動エレベーターです、LINE っていうのはね。で、フリーランスが成功するためには、もう LINE アットの活用が一番です。もう今、フリーランスとか、まあ、個人事業で成功している人はもう大体 LINE アットですよ。もう売り上げは LINE から上がってる時代です。LINE からね。で、実際うちの生徒さんとかもですね、卒業生で、まあ、この方、大川敦子さんっていうね、まあ、方なんですけど、これ、北野さん、こんばんは。5ヶ月間ありがとうございました。おかげさまで卒業直前専門記念学科で、合計270万8200円の売り上げを上げることができました。まあ、この方はですね、セミナー講師業をオンラインで今されている方なんですね。で、まあ、大体、3ヶ月間の累計で、1ヶ月間か、1ヶ月間のトータルで270万の売り上げを実際上げてる。ここはもう LINE バンバン使ってますね。まあ、あと前川さんっていう、まあ、うちの学科は1年半くらい前に、ね、この方卒業された方、まあ、治療家さんです。まあ、治療院業界ではまあ結構有名な方でね、まあ、YouTube とかもバンバンやってる方なんだけども、実際に LINE の配信をうちに来て習って、そこからまあ経営、治療院向けのコンサルをやっていきたいと。で、単価は結構100万以上なんですよ、この方ね。で、2ヶ月目で、だいたい180万のコンサル1本、108万の契約3本の合計504万。まあ、本当はもうちょっと行きたかったんですけどね、ってことなんですけど、この後、この3ヶ月くらいに彼月賞で900万行きましたね。で、前川さんとかやっぱ LINE の配信ですね。ここをやっぱしっかりとうちのテンプレを使って固めた方。まあ、高山さんとかは物販のコンサルで、70万の契約2本で月賞140万。まあ、この方は3ヶ月目くらいで140万ですね。あと、松江さんは、うち帰ってから、トータルで今大体9ヶ月目くらいなんですけど、半年間の合計売上で803万ですね。売上上げてます。まあ、月賞で大体まあ70、まあ、今100から200ぐらいかな。売り上げをまあ上げてくださってる方なんですけど、であったりとか、あと金子ゆきさんってね、まあ、もともとリクルートの広告事業部ってところにいたんですよ。で、そこからもう今独立して、まあ、うちに入った時はリクルート入ってたんだけど、まあ、月賞で最初80万の売り上げで、その翌月でまあ330万の売り上げで、リクルート退社して今完全フリーランスでまあ咲いていらっしゃる。まあ、インスタのコンサルで独立した人ですね。まあ、うちに来てインスタのやり方を学んで、それを企業向けにコンサルしてると。いう方だったりとか、また伊藤さんってね、まあ、女性起業家の方で、この間一緒に僕ライブしたんですけど、まあ、今月賞で大体2、300売り上げてますね。またこの方、更年期、女性の更年期を、改善するコーチですね。まあ、月賞ラインで25万。あと伊藤さんね、この時はあれか、130万。で、その翌月270万。また池田さんって、まあ、潜在意識コーチですね。まあ、心理学を使ったセッション、オンラインセッションでズームを使ってお客さんに価値提供して、うち入る前ってずっとと情報発信を8年ぐらいやってたんですよ。でも全然売れない。で、メルマガやってもなかなか読者増えないし、メルマガに入ってきた読者でもなんかブロックされちゃったりとか、なかなかなんか個別相談に来ない。であったりとかっていう状態から、LINE に全部切り替えた方がいいよってやったんですね。で、そこの配信をしていった結果、3週、うち来て大体3週間後ぐらいで初受注で40万の売り上げですよ。もうお客さんの方から、池田さんのやってるその、呼吸法の潜在意識の呼吸法のサービス、詳しく聞かせてくださいと。で、そこから受注が決まって、まあ、合計で、月賞が 4.7 倍、まあ、月賞で188万の売り上げを達成された方、まあ、本も出してる人なんですよね。まあ、業界では結構有名な人です。まあ、あったりとか、あとこの方ですね、平井さんっていう男性の方で、もともと公務員してたんですよ。まあ、いわゆる中学校の教員の先生されてた方なんですよね。で、打ち切って、まあ、その SNS を学んで、その SNS のやり方とかを、コンサルしますよっていうパッケージ商品で、月賞で97万。で、そこから売り上げを3ヶ月安定して、今も教員辞められてますね。公務員辞めて、フリーでやられてる方とか。この方もそうですね。この方はね、公務員じゃなくて、もともと外銀だったかな。銀行で働かれてる方で、まあ、そこから3ヶ月で100万達成した方とか、であったりとか。まあ、この方は多分独立はまだしてないんですけど、まあ、二足のわらじで稼いでますよね。また山川さんね。まあ、LINE アット月間120から150リストぐらい、まあ、インスタから集客して、そこからまあ売り上げ上げてる方だったりとか、まあ、井上さん、まあ、パーソナルコンサルタントですね。ファッションコンサルで、まあ、今、大体月に300万ぐらいとこの間あったと言ってました。というか、まあ、いろんなね、方がいるんですけど、うちの生産はなぜこんな結果出るのかっていうと、やっぱ最終的には LINE なんですよ。LINE を制するものはビジネスを制すると、まあ、いうことになるわけなんですね。だから売れない原因は全て教育にある。教育って何やねんという方いると思うんですけど、この教育っていうのは、ちょっと語弊があるといけないんでね、ちょっとご説明させていただきますけども、このネットマーケティングの業界ってどうしても、お客さんをなんか洗脳して商品を買わせるみたいなニュアンスっていうのが、どうしてもその教育って言葉にはね、一部のネット企業家の影響でやっぱ、そういうのが、に誤解される可能性があるんですけど、僕が言うこの教育っていうのは、別に欲しくもないお客さんに無理やり、この商品いいよいいよって言って売ることではないんですよ。うちとかも押し売り一切しないですからね。皆さんもし押し売りとかやってる人いたらぜひ一旦やめてほしいんですけど、それやらなくても、うちゴリゴリ営業かけないですよ。でもお客さんの方から、
欲しいですって連絡が LINE で来るんですよね。で、こういうような、いわゆるそのお客さんに対して自分の価値とか商品の価値を教えてあげることっていうのはあくまで教育です。正しい判断基準を与えてあげることですね。で、結局それがしっかりと、できればですね、あの商品が売れないっていうのは基本的にお客さんに自分の価値が伝わってないだけなんですよ。ね。お客さんに自分の価値が伝わってないと。だから、ちゃんと LINE アットの配信で、あの、あなたの会社の商品は他と違ってどういうところが魅力的なのかとか、ちゃんとそういうところを知ってもらわないといけないわけだよね。だから、ここができれば、LINE の配信でちゃんと教育ができてれば、もうほぼ営業いらずで商品売れます。まあ一応うちはね、あの電話セールスのあのテンプレートとかも一応教えたりしてるんですけど、あの基本的に LINE の教育に全て原因があると。で、うちはそれをしっかりできてるから、もうほぼうちね、あのテレアポとっていうか、あの、よく営業会社がよくやってるお客さんに直接こうやって電話かけまくるとか、一切やってないですよ。一切やってないし、うち飛び込み営業とかもやったことないし、もう全部プル型です。で、もうお客さんから受注が来るとか。もうお客さんからも個別相談来るという感じですよね。だからあのうちがやってる大人企業専門学校とかも、あの本当にだき、昨日、一昨日だけでも多分4名ぐらいうち、あの、連絡いただいても入学いただいたりしてるぐらいなんですけど、お客さんの方から連絡来ると。で、まあ、これからですね、なぜ LINE ビジネスで使っていかないといけないんですかっていう話なんですけども、今、もう LINE 社のデータによっても今8300超えてますね。日本人の8300万人がもう LINE 使ってる時代なわけですよね。はい。まあ、皆さんもいつも LINE 使われてると思います。まあ、オープンチャット入ってるぐらいなんでね。で、じゃあ、いや、そうは言っても LINE って若い子向けのツールなんじゃないのっていうと全然そうではなくて、まあ、男女にも半々ぐらいで、まあ、業種ちょっとこれ見にくいかもしれないけど、まあ、50代もめっちゃいるわけですね。10代、20代、30代、40代、50代、もうどの世代も使ってる。で、さらに、まあ、業種でも自営業、会社員、主婦の方、どの業種の人もみんな LINE を使ってると。で、さらに言うと、いや、うちは地方だからねっていう人であったとしても、地方でもやっぱみんなバンバン LINE 使ってますよ。沖縄、北海道ね、離島含め。こういう今時代になってきてる中で、もう LINE ではできないことはなくなってきてるって言われたりもしてるんですよね。皆さん知ってました？今。LINE ってね。さっきちょうどニュースでになってましたけども、まあ、みずほ銀行であったりとか、まあ、あとは福岡県の福岡市とかね、東京都の渋谷区とかと提携をして、もう市民サービスを行って、もう世界に進出しているぐらいで、あの、国の金融機関が認めるって相当厳しい審査を通さないといけないんですよ。それを乗り越えて今国と提携している大きな会社なわけなんで、あの、まあ、LINE がなくなるってことはもう今後ないです。まあ、少なくとも10年以内のね。っていう時代になってきている中ですよ。ここで、皆さんこれは絶対知っておいてほしいのが、メルマガの終焉なわけですよ、今ね。メルマガの終焉。まあ、メルマガってよくわからないって思うんで、簡単に説明すると、よくカラオケとか行った時に、なんか、メルマガ登録してくれたらクーポンあげるとかあるじゃないですか。あの、カラオケとかね。まあ、飲食店とかでもメルマガ登録してくれたら昔あったらなんかクーポンつけますよとか、美容室でもクーポンあげますよみたいな。で、まあ、クーポンあげる代わりメルマガ登録してねってやると、まあ、お店側はお客さんのメールアドレスに何回も営業かけられるんですよね、簡単に言うと。それが今までのやり方でした。でも今って、メールアドレス1個じゃないよね。メールアド2つ以上持ってるよって人どれぐらいいらっしゃいます？これ携帯、Gmail、Yahoo 含めてですよ。あ、多分ほぼ 100% じゃないですか。ありがとうございます。そうですよね。僕6つぐらい持ってますね。まあ、あの会社用のアドレス以外にも僕個人の Gmail で4個持ってるでしょ？で、携帯のアドレスとかってなると、まあ、7つ、6個ぐらいあるわけですよ。で、基本的にほとんどのアカウント、ステアドレスなんで、送ったとしても見られてないですよ。見られてないし、送ってもスパム扱い、送ってもゴミ箱行きとかね。もうメルマガは本当に今も残念なことになってしまってると。まあ、実際ね、あの、どんな感じかっていうとこんな感じです。メールの開封率 5% から 10% で、ゴミ箱行き、ステアアドレスがやっぱ多いと。もうこういう時代になってくるときに、どうせ送るんだったらお客さんにダイレクトに届いた方がいいよねってことでやっぱ LINE なわけですよ。いわゆるさっき僕が言った、まあ、この LINE アットっていうですね、もう超スーパーエンジニアが生み出したですね、この画期的なサービスがあるんですね。この LINE アットっていうのは、まあ、僕だったら2万人います。LINE アットの読者2万人います。2万人の個人の LINE に対して一斉にメッセージを送ることができるんですよ。LINE アットだったらね。だから、まあ、開封率メルマガのまあ約10倍。で、まあ、ブロックされない限り基本 100% 届きますということですね。で、しかも LINE に送ると基本的に LINE のアカウントって1人1個しか持てないんで、まあ、プッシュ通知がいくわけですよ。既読2とか3とかね。まあ、読むか読まないか別にして、まあ、一旦開くじゃないですか、皆さんね。まあ、とりあえず既読つけとこうみたいな。まあ、開封されるわけですよ。そこがやっぱ開封率の高さなわけですよね。送ったとしてもお客さんに読まれなかったら意味ないと。だからこれからの時代っていうのはもう LINE です。で、うちの場合は、一応 LINE アットの配信で、うちでしか教えてないこの24本テンプレの配信っていうのがあるんですよ。まあ、どういうのかっていうと、まあ、こういうやつですね。こういうやつだったりとか、こういうやつだったりとか。まあ、いろいろあるんです。これ全部うちあの動画で解説してコンテンツサイトとかもうちの学校は用意してるんですけど、まあ、このテンプレートに沿ってうちは生産やっていただいてますと。
で、基本的に LINE の配信ってね、この24個のテンプレート、まあ、うちが、3年かけて、体系化してきた、ノウハウと、あと、うちの共同創業者のですね、山崎弘明というものがいるんですけど、まあ、彼もともと、会社名言えないですけど、売上高150億円のね、某東証一部上場企業の、〇〇総研でね、入っちゃったっていうね、〇〇ですから。まあ、実際うちも LINE でコンサルうち、過去に入らせていただいた経験があるんですよ。3年前ですけどね。でそこでも、実際にうち企業コンサルとかだと、3ヶ月で360万とか400万いただいたりしてるんですよ。まあ、今はあまり、忙しいんで企業コンサル取ってないですけど、っていうところで、うちはこういった内容を企業さんだったりだと、これからの個人事業主さんとか、起業していきたい方に対してこういうのを教えていると。で、プラス、LINE 配信ではこの8つのテーマってのはすごい重要なんですよ。LINE の配信って、今、LINE アットアカウントまず持ってますって人。半分ぐらいは持たれていると。で、じゃあ、メッセージお客さんに送ろうって思った時に、あ、今日何書けばいいんだろうと思ったことありません？ LINE の配信ってそもそも何書けばいいのかと。まあ、わからないと思うんですよね。で、基本的にそれはもう8つのテーマがあるんですよ。もうこのテーマに沿って、もう今日はこれ、今日はこれで、うちの学とかも1ヶ月間の配信のスケジュールっていうのを先に決めたりするんですよね。もうそれぐらい、もうシステマティックにこの順番で配信していったらある程度売れるよっていうもう流れがあるんですよ。で、これを元にしてうちはね、やってるわけなんですけども、